はい、黄金線鼓動でございます。今日なんですけれども、皆さんのトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、昨日はですね、開幕いたしました第3回連盟対抗ツイッター杯、1ヶ月に及ぶ、大会予選リーグとなっておりますので、皆さん楽しんで、そしてダイジェストの方も、やっていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、まず昨日はですね、ちょっと前にも言ってたんですけども、日経トレンディの今年のベスト30ですね、発表されていて、やっぱりウマ娘1位ではなかったですけど、2位にウマ娘入ってきて、いやウマ娘の、ね、人気というかブームというのは今年多分紅白にね、多分出るんじゃないかなと思うんですけど、はい。そしてちょっと個人的に、意外だったのが、朝日の生ビール缶ですね。カパッとね、側ごと全部、上のね、多分全部開くやつだったんですけど、あれがもっと上位かなと思ったんですが、あれは13位ということで、ああ、そうなんだ、みたいな感じなんですけど、皆さんぜひね、気になれば、話の小ネタとかにはなるかなと思いますので、日経トレンディのね、ヒット商品ベスト30チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。もっとね、マリトッツォが6位だったんですよマリトッツォそんなによく見るけど、そんなみんな食ってんのかなみたいな感じがして、皆さんどうですか？ちょっとね、自分は皮の部分が、どうなんだろうみたいな、シュークリームの方で良くないかみたいな感じの部分があって、そうだ、あんまりそこまでだったんですけど、はい。そして1位が多分この、視聴者の人ってやっぱ我々の世代の人が朝トークの視聴者なんだが多いと思うんですけど、 TikTok の TikTok 売れっていうのが1位だったんですよ。はい。で TikTok で、まあ、演者さんがやってるやつを見て、それで物が売れていくっていうのが今年のベストヒット商品だったみたいだったんですけど、まあ、一番売れたらしいのが地球グミっていうね、よく YouTube の人が食べてるやつなんですけど、あれが一番売れてるみたいです。はい。今年は1位は、まあ、TikTok の、ね、人気はもう本当に YouTube がショートを始めるくらいなので、まあ、TikTok ね、世界中でこう、ガーッと広がって、まあ、見て面白いだろうなと。はい。ね、暇な時ずっと TikTok、 若い子とかはね、暇な時はずっと TikTok 見てますとかね、言う人もいらっしゃるんで、そういうもんなんだなと思いました。はい。で3位にエヴァンゲリオンが来てて、まあ、新エヴァもうちょうどね、Amazon プライムとかでもね、先行で早く見れるようになってて、何回も見た人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、4位が昭和平成レトロっていうところがあって、はい、昭和平成の、まあ、今年確かにね、クリーム映えはいわゆるインスタ映えとかですよね、クリームソーダとかね、青いクリームソーダとか、ちょっと古めかしい喫茶店とかでクリームソーダの写真を撮るとかが流行ったみたいな感じだったみたいなんですけども、まあ、そんな形で今年流行ったものっていう、まあ、毎年毎年ね、流行りものと、あんまりコロナに関係あるようなないような感じの流れだったのかな。はい。そんな感じで日経トレンディベスト30が発表されてて、すごい気になって、まあ、毎年ね、どんなのが気になるのを気になってね、いろいろチェックはするようにね、この時期してるんですけれども、そう、来年のヒット商品候補というのがありまして、結構これを聞いてる人は多分、まあ、在宅の人もいらっしゃると思うんですけど、移動される方もいらっしゃるかなと思うんですが、マイルズっていう、もうすでにね、ダウンロードされている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、マイルズっていうアプリがもう日本でもリリースされまして、これ入れとくとですね、勝手にマイルが貯まると。で、移動の、手段っていうのを勝手に判別するみたいで、まあ、一番ポイントが貯まるのが歩きが一番ポイントが貯まるらしくて、で、飛行機とか車とか、そういうね、高速な乗り物に関してはポイントが貯まりづらいみたいなものになってて、まあ歩き、自転車、車、電車、飛行機とかかなの順番でポイントが貯まりづらくなるんですけど、このポイントを、貯めることでいろんな商品とかサービスに交換できるというようなアプリが日本でもリリースされてて、これがなんかアメリカかなんかではもうすでに100万ダウンロードくらいいってるらしくて、これがね、来年日本で流行るんじゃないかなというような形ですね。はい。なんかポイント貯める人とかはね、非常にいいアプリなのかなと。
あんまりこう自分もちょっと入れてみましたけども、メールアドレスと名前を入れるだけというところで大きな個人情報とかがね、ただなんとなくあの GPS をオンにしなきゃいけないみたいな、あの要はアプリに対して自分の位置を、オンに常時許可するみたいなのをしなきゃいけないので、まあ人の移動の流れのマーケティングデータとかに使われるのかなとかね、裏でちょっと思ったりもしたんですが、まあその辺はちょっとあのよく面積事項とか読んで気になる方だったら落としてみるといいかなと思うんですけど、来年は、それが流行るみたいです。流行りそうな予感がね、発表されてましたね。はい、さあ、余談が過ぎてしまったんですけども、戦いの方やっていければなと思っております。よろしくお願いします。はい、昨日はカゴタスがお知らせ読んでくれたと思うんですけども、ゴールデン23のシナリオ追加キャンペーンがですね来ておりました。はい、やっぱり昨日ちょうど朝トークで次何やんのかなみたいな感じで、第3よりもゴールデン23もやってないしねみたいな話をしたら、ちょうどゴールデン23が来て、久しぶりのクリハー、はい、確定枠でね、このね、常設のガチャに関してはステップ5でループしてステップ1に戻ると SP ポイントっていう、これをまあ全然今後も継続してほしいなと、これがひな形になっていってくれるといいんじゃないかなとちょっと思うんですけどね、はい、ちょいちょい変えるんで、まあ、このまんまでいいんじゃないかなと思いますけど、220個で1体、まあ、1万ですね、はい、1万円ちょっとで1体必ずもらえるようなね、あの感じ、はい、極悪2トップが新選手で登場ということで、今まで力技と出ておりますので、ハースは、速なのかな、で、クリスの方は速技、速技と来てたっけ、確かね、はい、で多分力なのかな、はい、まあね、ちょっとこの運営さんはよくわからないんで属性はバラバラになるかなと思うんですけども、ゴールデン23がね押されてて、ここで森崎くん優勝ガチャ、はい、なんだろうね、なんかよ、しかもなんかよっぽど魅力じゃないとやらないよね、なんだろうね、どうなんだろう、なんか昔の絆みたいのがあるのかな、プラスアルファ絆みたいな、何人以上プラスゴールデン23のキャラクターはプラス何パーセントみたいな、うん、そういうのを押してくるのか、森崎くんがね、うん、でもゴールデン23の森崎ってめっちゃいますからね、どうなんでしょう。そしてドリームポットにこの美咲くん、そしてバウンティングボレーのディアスくんが来るというところで、あ、ドリームポットガチャってゴールデン23シナリオ追加、ドリームポット だけどキャラクターはゴールデン23のキャラクターではないそして久しぶりにメダル集め、もう色がついに分かりやすくなりましたね、金、青、オレンジみたいな色になったんで、これ金ドロップした時に分かりやすくなると、はい、形ですね、うん、さあそんな感じ、そしてデイリーシナリオが1日2試合限定で、これは新田くんですかね、新田くんのタックル、ハースのタックルが手に入るというような形でしょうか。そしてシナリオのログインボーナスというので、ブラックボールなどの報酬がもらえる、はい、なんかねゴールデンニューさんに一気に力が入ってきましたね、ちょっと楽しみではないかなと思います。はい、そんなところですかね、まあ、金曜日待ってみて、まあ、久しぶりに集会イベが来ているというところで、まあ、集会をねがっちりやっていくというような流れかなと思います、うん、あと戦いに関しては、まあ、比較的、今今週はもうあの雪杯終わらせました、もうなんとなく時間見つけて終わらせといたんですけれども、うん、まあ、あんまりやっぱりツイッターとか見ても好評ではないなっていう、まあでも、うん、ああいう風にもうあんだけ遅いんだったら逆にチムスキー無効とかで別に良かったんじゃないかみたいな、うん、いやなんかディフェンダーとかで早く守れるキャラクターとか、こう今のひな形のキャラクターと戦えるものの雪耐性のキャラクターがしっかりいたりとかして何かしらこう面白くできればいいんですけど、そんなことないのと、うん、まあなかなか難しい牌でしたね。雨だけはやめてほしい、雨だけはやめてほしいなと個人的には思いましたけど、はい、雨とかやったらボロボロだろう上手い人は上手いんでしょうけど、はい、うん、そんな形ですかね。まあいよいよね、もう11月も日経トレンディのねベスト30とか発表されたりとかして、いよいよもう年末感が出てきているんですけれども、今月はまだ比較的なんだろう、まあ、11月序盤今日暖かかったですけどね、 DCS がまた週末ごとに最終予選ね、地域の最終予選あって、今月は日本の最終予選もあるので
日本の方、出場される方ぜひ頑張ってくださいということで、多くのねあのプレイヤーの方応援するんではないかなと思います。はい、さあ、そんなところで今日は終わっていきたいかなと思うんですけども、もう木水で今日なんかもね昨日休みだったのでなんとなくこうあれもう木曜日みたいな感じなんですけれども、はい、まあどうでしょうね、皆さんの会社とかだと、ね、年間休日、ね、有給5日取得、ね、推進運動とかちゃんとやってるんですかね。その辺入れないと労基に怒られちゃうとか、いろいろね会社経営されてる方とかね結構気にしいな時期になってきたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあなんかね、ワクチンの時に休暇出る会社もあれば出ない会社もあったりとか、いろいろそれぞれだなと最近いろいろ話聞いてて思いました。はい、というわけで、なんだろうな、なんとなく締めっぽくやっちゃった。はい、なんと、はい、明日ですね、またゴールデン明日ですね、はい、ゴールデン23始まっていきますので楽しんでいきましょう。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。